今日は休みで時間があったので安いささみ肉を使ってささみのフライを作りました。それでは早速今からソースをつけて食べたいと思います。香味ソースがなかったのでお好みソースをかけて食べたいと思います。それではいただきます。美味しいです。串揚げ屋さんに行くことができないのでお家で揚げ物を食べれることは幸せです。塩昆布に栄養を考えてごまをかけました。いただきます。美味しいです。日本人に生まれて幸せです。